11年前、当時中学生だった娘は夜車にはねられてその後死亡しました。残された家族の思い、岡山市の中学校で講演会が開かれました。母親が生徒たちに伝えたかった思いとは。宝物が一つ、ね、一つ欠けました、はい、それが今ここに写真にある娘です。亡き娘への思いを語る秋田明美さんです。岡山県警が行っている心と命の教育活動の一環で開かれた講演会には、吉田中学校の3年生らおよそ200人が参加しました。2012年、秋田さんの長女で当時中学生だった歩美さんは、自転車で塾から帰る途中車にはねられ、意識不明の重体で病院に運ばれました。笑ってる子供の笑顔をずっと見て暮らしてた私にとって、今度は脳死状態ということは娘の心臓が止まるのを待つだけです。もう笑いません。事故からおよそ40日後、あゆみさんは息を引き取りました。11年経った今、秋田さんは娘の事故を知ってもらいたいと講演を続けています。交通ルールを守ること、そして何よりも周囲の家族や友人、自分の命を大切にすることを伝えています。私は娘にヘルメットをかぶりなさいって言いませんでした。これが始まったのがやはりそこの後悔です。命をつないだのもお父さんお母さんからつながってきた。じゃあこの命は誰の命でしょう。自分の命を守っていただきたい。自分のこれからの生活に生かそうという思いがたくさん募りました。毎日を大事にして、いろんなことを大切に思いながら生きていきたいなと思いました。自分の心を育ててほしいっていうのもあります。人生をしっかりと生きてほしいなって。自分の言葉で一人でも救うことができるのならば、秋田さんはこれからも伝え続けます。杉沢さんは犯罪被害者支援という言葉は聞いたことありますか？最近こうよく耳にしますよね。ね、ニュースなんかでもよく取り上げられますけども、はい、犯罪被害者支援というのは、まあ、いわゆるその殺人事件などの犯罪とか、こういう交通事故、今回みたいな、そうですけど、そういう被害者の方とかご遺族の方々を支援する制度なんですね、はい、でそういう当事者の方々はその突然事故とか事件に巻き込まれて、精神的にもそうですし、身体的にも、そして経済的にも突然振りかかってくるので、どうしたらいいかわからないということなんですよ。で、2004年にそういうことを国が支援するという法律ができて、どういうことをやってるかというと、もちろん給付金も出ますけども、どうやっていいかわからないので、もう警察が素早くその担当者を決めて、遺族の方々のその相談に乗ったりとかするんですけども、裁判が始まるんですね、はい、でこれ刑事裁判と損害賠償の民事の裁判があるんですけども、刑事裁判でも当初はその遺族の方々なんかは参加できなかったんですけども、そこも制度が変わって被害者参加制度って言って、その、容疑者とか被告に対して意見を言ったりすることができるようになって、うん、国のその支援制度も進んでるんですよね。だからぜひそういう警察のサポートもありますし、遺族会みたいなものもあるので、突然巻き込まれた方々はそういうところにやっぱり相談支援してもらうっていう制度をますますこう充実させていくことが必要だと思います。そうですね、いつ私たちもこうした立場になるか分かりませんし、身体的な、経済的両方のこう支援が必要、求められてきますよね。